松山から左サイドに渡る二宮が中に出してハーパー決まりました。ここは鎌田のシュート落ちる。しっかり熊本が取る。あ、そしてスリーポイント打ちました。山本決めました。山本翔太なんとクイックスリーで決めて、ここで越谷タイムアウト。さあこちらは長島から中に入って総シリフ。この中野のシュートは落ちるが、エンワン。そしてこのファールがバッツということで、バッツが2回目。二宮から駒澤、ハーパー経由、ハーパーが1対1仕掛けるか。ウッドベリーも守って、ただここは最後ハーパーでした。ここでハーパーに預ける、ハンドオフ二宮から、ここがミスマッチ、ハーパーくるっとターンして決めました。山本には二宮が間合いを詰めて守っています。ウッドベリー川谷からエキストラパス、磯野のスリーポイントが決まりました。これで後半熊本初得点。二宮には川谷、プレッシャーをかける。そしてスピードになったマクリーン対二宮、ファールがあってエンバーン。そしてここで越谷もタイムアウト。いや、二宮もハーパーがスクリーンかけに行く、そのハーパーに入るロールターンからエンバーン。田渡亮ファールもらってエンバーン、ガッツポーズ出ました。14点差です。田渡りが最後ディッシュして総セリフ。ここで落合から長谷川にハーパーがスクリーンかける。落合スリーポイント決まりました。長島からマクリーン山本翔太決まりました。ジャスティン・ハーパーエマー。あー、ここはシェリフが最後取って、ここで試合終了です。越谷市立総合体育館、越谷対熊本、ゲーム1は66対79、熊本がものにしました。これで熊本は3連勝。